さあ、いよいよイベントっす。いよいよです。記者会見に臨みましょう。毎度。毎度毎度。残った試合わずかです。あなたのチームは来シーズンヨーロッパの大会で戦いますか？戦いたいですね。最後まで戦い続けますと。後悔することはありません。優秀位のビエモンテカルチョと対戦します。自信のほどを聞かせてください。強いチームは勝つでしょう。ダメかなこれ。どちらが勝っても不思議ではありません。強いチームが勝つでしょう。とても素晴らしいチームです。首位に立っている理由もうなずけます。強いチームがこの試合を制するはず。よし、さあどうやって戦おうかな。守備的にいってもいいんだけど、急にフォーメーション変わるとね、それはそれでちょっと悩ましいよね。ってことで普段通りの 4-4-2 でいきます。よし、これでいきますか。勝つぞ、気合い入れるぞ。さあ、前回は 4-0 でねボロ負けしたんで、今日はねホームなんでね、勝っていきたい。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。好調な攻撃陣を中心に黒トーン2位で得点力の数字です。攻撃陣は自信を持ってプレーしているでしょうね。面白い試合を期待できそうです。顔が映ってない。ティーバラ、モドリッチがいるっていうね。よし、勝つぞ。守備は気をつけよう、マジで。短いパスを連続して出し、ポゼッションを高めるプレースタイルが特徴的なのが今日のアウェイチームですね。そうですね、このスタイルはティキタカと呼ばれるのですが、ティキタカなの？サッカーのあるべき姿とも呼ばれる非常に効果的な戦術。おい、そこのミスはダメでしょう。せっかく慎重に繋いでたのに。デリフト、ここで勢いが止まってしまいました。先のことを考えすぎました。おお、危ない危ない。相手にボールを奪われています。怖い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 。おい、危ねえ。プレスがやばいぞ。おし、いいぞ。いけ、やばす。ちょっとそれ無理だ。ちょっとそれ無理だ。体強え。チャンスになりそうですが、デリフト体強え。攻撃は阻止され、ボールは相手に渡りました。出せないぞ。よし、カウンター行くよ、カウンター行くよ。ここはカウンターのチャンス。このチャンスは生かしたい。このカウンターは出ないか。ボールをキープできません。それはきつい。危険な位置です。緊張感が増してきます。よし、よしよし、やってない。最悪すぎる。危ねえ。最悪なんだけど。パスキャンセルしたいわ、マジで。パスキャンセルして、ウィーレのキャンセルすぐ押しちゃう、間違えて。キャンセル操作。よし。よし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 。マジか。ボールを取り返しました。おし、ナイス。サイドが空いています。アバス、いけるか。裏も見えていたのか。オッケー。ここで先制点が決まりました。オーケー、やばいぞ。落ち着いて決めました。これはいい。あのコースは止められないですね。落ち着いてた、落ち着いてた、やばちゃん。そしていいシュートコース。別のアングルからご覧ください。いや、これはいいシュートコース。そしてアウトに、アウトに落ちる。チーム全体に余裕が、素晴らしい。監督の表情も少し緩んだ気がします。緩んだどころじゃないよ、
今季28ゴール目。さあ、このまま頑張ろう。もうディフェンス重視にしてもいいくらいだ。しないけど。アーロン・ラムゼイ。ラムゼイ。注目のラムゼイです。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。ラビオ。いい連携です。ドリブルで持ち込んでいます。よし、よしよしよし、カウンターだよ。マジでそれどうしたかった、それどうしたかったよ。スーパーチャンスだったな今。いかんいかんいかん。同点ゴールが来るか。あふめー、動かんかったな。ディフェンス棒立ちだもんな。よし、行くよ行くよ行くよ。サイドのスペースが広く空いています。これが世界を制するカウンターじゃ。その後アマちゃんだよね。もうひとひねり欲しい。おい狙われてたぞ今。気をつけて。ロブがリバラへ。リバラ、やばいやばいやばい、入るぞこれ。嘘やろ。PK が与えられたものの選手にカードは出ません。クソだな。カードが出てもおかしくない場面ですが、出ねえだろ。あんではないという判断なのかもしれません。いや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 って感じだけど。これなんで飛ばないの？押してるんだけど俺そっち。どういう操作これ？キーパー。そうなんだ。よし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 、ちょっと1点取ってきたい。それはアマちゃんだよね。よし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 。何かしてきそうですが、来た。あーマジでちょっとビビっちゃった。ちょっとビビったな今。取れない。チャンスを伺っています。ここから狙うのか。深くえぐってからのクロス。危ねえ。ナイスキーパー、ナイスキーパー。モドリッチ、リバラのクロスだ。よし、ボールは枠から外れていきます。よしよしよし、あまり勢いにはならなかったですね。いいぞ、よしよし、いいぞ。1対1の上出来だぞ。ホイッスルが鳴り、ハーフタイムに入ります。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。いやちょっと1点頑張ろう。ここはサイドに持ち出すでしょうか。クロスを中央に入れた。ダメです。いいクロスに見えたんですが。よし、パスをカット。よしよしよし、いい読みでした。カウンターのチャンスが巡ってきた。気をつけて気をつけて気をつけて。おし、いいぞ。狙える位置です。サイドからのチャンス。いた、こけといた方が良かったんじゃ。ナイスシュート。見事なシュートが。 OK。 ここはうまく試合をリードしましたね。よし、ナイスチャーター。いいぞ、王者ユベントスにリードを奪いました。これこけといたら PK だったな。これ思いっきりねシュートミスだけど、いい結果につながると思いますが、シュートミスをチャータがうまいこと流し込んだ。最高だね。やっとったやん今。無理をせず着実にボールを回しています。モドリッチ、モドリッチがゴールに向かう。ファーのディバラに合わせます。取れるよ、弾くね。ここはプレーを切りたい。やばいやばいやばい。何を狙うのか。ラムシ、ラムシ、こいつら打ってほしい。おし、いいディフェンス、しっかりマークついてるな。そこ気をつけて。しっかりマークついてるな、みんなぴったりついてるな、なんかみんな。
そんなことある。よし、取れるよ。なんでボケとしてんねん、あいつ。ちょうだい。宮内ちょうだいも。チャーターにしよっか。で、ボアル入れよう。簡単に取られすぎ。モドリッチ、クリスティアーノ・ロナウド。中央へクロスが渡る。よし。よし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 。いいぞいいぞ、時間かけてこう。我々も流れを断ち切って自らに流れを引き寄せたいところです。相手が触ったボールがスローインになります。いや、パスするとこねえんだよな、マジで。びっくりするぐらいぴったりついてんだけど、みんなマジで。アドリアン・ラビオ、ラムジー。よし、行って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 、仕留められるか。行って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 、まだまだチャンスはあります。さあどうする。マジか、なんで下がっていくの、意味が分からない。ボール前落としたのになんで下がってくるの、あいつ。取る気ねえじゃん。よし、アレックス・テレス、ギュンドアン、クロスがクリスティアーノ・ロナウドへ。ギュンドアン、危ない場面もディフェンスがクリア。誰だこいつ。リバラ、素晴らしい読みでインターセプトしました。簡単に取られすぎだって。よし、行くよ。ワード行って、これ入れるぞ。いや、失礼からな。ワードはちょっと持ちすぎ、やっちまった。よし、取れる取れる。クロスを抑えるだな、それ。あ、いい。耐えろ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 。よし、強いですね。よしよしよし、ボードいけ。チャンスにできるか。シュートを狙う。聞いた。ボアドゥ、必ず成果を上げる男。クロスバーに当たったボールはそのままゴールに入りました。ラッキーでしたね。オッケー。こういうのは跳ね返ると嫌な予感がしますから。入った、いいぞ。監督も安堵の表情を浮かべています。安堵ではないけど。じゃあ答えしていこう。ディミッチに変えてビビアニと。ペナリも疲れてるけどね。リムンドソンに変えてスタッチを。パウロ・ディバラ、キエディーニ。よし、これは相手にパスしてしまいました。おっしゃ、持ってきたぞ。そこじゃねえだろ、どこがね。よし、無理にもう攻めなくていいぞ。ビビアニー来てないか。来たと思ったけどな。惜しい。いいぞ、完全に流れはクロトネだ。いいぞ、相手はパス取らんくなってきてる。何かしてきそうですが、ここはシュートチャンス。OK。ボロボロです。ユベントス、もう今日は完勝ですね。ノリに乗ってる。ゲームは大差がついていますが、攻撃の手を緩めません。シーズン後半、いや、ボアグめっちゃいいな。大差が重要になることもありますからね。買い取りで正しい姿勢だと思います。よし、いや、いいね。これはもう安心だぞ、さすがに。もう終わりですよ。ラムゼ、オッケー。試合終了となりました。やりました。これは嬉しい。ちょっとした波乱となりました。大波乱でしょう。どっちが格上なんだかわからない内容でしたね。格上とか格下とかねえんだよ、もう強い方が勝つんで。あ、ロナウドに握手してよ。
フォワードがこっそりロナウドに握手しに行った。 PK のみだからね。1点、ベナリが 9.4、 アバス 8.7、 フォワード 9.1、 クロチャータ 9.3、 ベナリ 9.4。 いいねいいね。いやーこれはでかいぞ。なんとイベントスに初黒星をつけたチーム、クロトーネ。いいぞ。トリノとの勝ち点7と、ナポリとね、勝ち点3。ってことは、これはもしかして4位に上がれる可能性も出てくる。ナポリに勝てばね。ナポリに勝てば、勝ち点で並ぶぞ。次ナポリだからね。勝ち点で並ぶ。得失点差。失点が多いからね、クロトーネは。得点も多いけど。得失点差は負けてるね。ってことだね。ていうか、4位以内が、チャンピオンズリーグだっけ。チャンピオンズリーグの前に、ちょっとヨーロッパリーグ、やりたいけどな。ヨーロッパリーグも出場したいけどな。よし。ってことで、アバスが、4点差つけてイモービルに28ゴールでトップです。よし。ってことでね、今日はこの辺にしていこうと思います。次回はナポリ、そしてサンプドリア、エンポリと。ここちょっと連戦になっちゃうけどね。まあサンプドリアはちょっと控えを中心に出してやっていくか。よし。で4月で5月で終わりですから、セリア。あと残すこともね、数試合になったんでね、ようやく2シーズン目も終わりが見えてきたと。まあそんな感じで今日はこの辺にしておきたいと思います。ありがとうございました。ここでした。